ボホール島、ボホール島、ボホールアイランドは、フィリピン中部ビサヤ諸島の島であり、国内10番目の大きさを持つ。島全体が中部ビサヤ地方に属するボホール州である。人口は約114万人、面積は、主な都市は、ボホール州州都タグビララン、トベラロン、リゾートとして知られるほか、フィリピンメガネザル、ターシャ、 という世界最小級の霊長類の生息地である。島の半分は大理石で覆われており、全体に丘の多い地形である。島の中央部には、石灰石でできた高さ30メートルから50メートルの草に覆われた、円水系の山が1268個も並ぶ、カルスト地形、チョコレートヒルズ、がある。4から6月の寒気に草が枯れて茶色に見えることから、 名付けられ、その異様な景観が観光名所となっている。中央部は不規則な地形の高原地帯である。西に、ボホール海峡、セブ海峡を挟んで、セブ島、東は、カニガオ海峡を挟んで、レーテ島、南に、ミンダナオ海、ボホール海、北は、カモテス海に面している。海岸は白く続く砂浜で、西隣のセブ島と同様、 観光客で賑わっている。特にタグビララン市の南にあるパングラオ島のビーチとダイビングスポットは観光客に人気がある。またダイバー憧れのスポットであるバリカサグに近いことから世界中からのダイバーで賑わっている。これらリゾートへのツアーの多くはセブ島発でタグビラランが島内観光の拠点になってを島の南海岸には ホテルやコテージなど多くのリゾート宿泊施設がある。ルソン島やビサヤ諸島北部と違い、ボホールは台風の直撃を受けにくい。また台風が来ても速度が早くすぐ通過する上、レーテ島やサマール島の山岳部で勢力が衰えるため大きな被害になりにくい。このため気候は穏やかである。11月から4月はアミハンと呼ばれる北東からのモンスーンが勢力が強く、 たまにスコールに見舞われる以外は、気温は28度前後と最も穏やかやな季節である。5月から7月の夏は寒気だが高温多湿で、過ごしにくい。8月から10月は、ハバガットという南西のモンスーンにより、晴れが続いたり雨が続いたりと天候が予測しにくい。言語は、英語のほか、フィリピンの主要言語の一つ、セブアノホナ方言、ボホラの語が使用されている。 主な宗教はカトリックであり、プロテスタントも少数いる。また、グレゴリオ・アグリパイ、グレゴリオ・アグリパイという人物の作りフィリピンに広まった独自の教会、フィリピン・インディペンデント・チャーチ、ザ・フィリピン・インディペンドンタ・チャーチは、ボホールが発祥の地である。アグリパイの教会とカトリックの教会の違いは、アグリパイは、ローマ教皇の権威を認めない、点。 被災の結婚が認められている点にあるが、その他は、大差がない。ボホール人は、ピンタド、パイントドス、入レズミを入れた人々という、フィリピンに最後に移住してきた、マレー系の人たちの子孫と言われる。その文明の器物などが、マンササ、タグビララン、ダウイス、パングラオなどから出土している。スペイン人とボホール島民との最初の、 はっきりとした接触は1565年に起こった。この年の3月25日、ユリウス歴3月16日、スペインの探検家で征服者、コンキスタドール・ミゲル・ロペス・デ・ガスピは、金とスパイスを求めて、ボホールに寄港した。彼は、地元の領主たちに、自分たちは、ポルトガル人ではないと説得した後、フェルディナンド・マゼランは1521年に、 幕丹島を添い戦闘に行っている、彼は、ダトゥ、領主、シカトゥナと和平を結んだ。この和平は二人の間の地の名役によるもので、互いに腕を切って流れた地を逆きに入れ、飲み合ったのだが、サンリューゴ、サンズゴ、一つの地と呼ばれる、この結名を祝うサンリューゴフェスティバルが毎年、開かれている。またサンリューゴは、終章のデザインにもなっている。これに続く、 スペイン植民地時代、二つの大きな反乱が、ボホールで起こっている。一つは1621年のタムブロットの反乱で、地元のシャーマン、ベイベイラン、ババイランである、タムブロット、タンブロットという人物が起こしたものである。もう一つは、フィリピン史上名高いダゴホイの乱、タガホイレベリアンで、フランシスコダゴホイ、フランシスコセンドリアスという人物が率いた反乱は、山岳部などを舞台に、 1744年から1829年までの85年間も続いた。この期間、ボホールはセブ地方に属していた。1854年7月22日、ボホールは分離してシキホル島と共に軍政が敷かれた。1879年の調査では、ボホールでは34の町に253,103人の人口があった。米西戦争で、 アメリカ合衆国がスペインを破った結果、アメリカがスペインからフィリピン諸島を購入した。しかし、フィリピン独立革命により、エミリオ・アギナルドが成立させた独立政府は、アメカの承認を得られないままフィリピン統治を開始し、ボホールにはゴビエルのデカントンが知事に着任した。続く、米比戦争の間、ヘンリー・ヘール指揮下のアメリカ軍はタグビラ,ラランに上陸し、 島を占拠した。彼は、ペドロ・サムソンという地元民を島の警察戦力編成のために雇用した。しかしサムソンは、部隊と武装を島の内陸に運び去り、反乱を開始した。最初の戦闘で虐殺に近い敗北を喫し、サムソンは、ゲリラ戦術に転向して、島の内陸部に勢力を維持した。その間、ヘールの部隊は、 島の中心タグビラランと島の外縁部を支配した。1901年1月、戦闘は昇降状態になった。同年5月、アメリカ兵が女性に暴行しようとして、彼女の婚約者に殺される事件が発生した。3月5日にその兵士の指揮官であった、アンドリュー・エス・ローワン隊員は報復のためにハグナ、ジャグナの町を焼き払った。ボホールの住民は怒り、暴動に発展した。 最初、ロ老ン隊は、この報復行為のために、停職処分になった。しかし、結局、部隊内部でもこの行為に対する支持が高まった。米軍は次々に、反乱の協力者とされる村を焼き、家畜を殺し目立つ、民間人たちを水攻めで拷問した。戦闘の終わりまでに、アメリカ軍部隊は16から20の村を焼いた。エドウィンカイグレン少佐は、 拷問を認可した罪で後に、軍法会議にかけられた。サムソンとその部下は1901年12月23日に、大社を保障され、忠誠を誓った後、降伏した。戦争はこの時おおむね終了したが、1ヶ月後サムソンは、再武装し、地方顧問の JR ヘッグを殺害する命令を出した。これは感情を煽りほとんど戦争再開に近い、ところまで至ったが、 戦闘は起こらず最後のアメリカ軍部隊は1902年2月に島を去った。1917年3月10日、アメリカの植民地政権はフィリピンのほとんどの州の創設につながる決議を出し、ボホールは独立した州となった。日本軍はタグビラランに1942年3月17日上陸し、これを占領した。この間、 住民たちは有効な抵抗の手立てを取ることができなかった。1944年以降始まったアメリカ軍の奪還作戦により、東隣のレーテ島から上陸が始まり、ボホールも戦場となった。指揮系統を失った日本軍は産地に配送し、散発的に戦った。アメリカ軍によるボホール解放は1945年8月11日となっている。 2013年10月15日、ボホール島、サグバイアン町付近を震源とする、モーメントマグニチュード7.2の直下型地震が発生。フィリピン国内の死者数は198人以上のうち、ボホール島の死者数は185人以上と集中した。震源付近では、長さ5キロメートル以上、高さ3メートルに及ぶ断層崖が出現し、 自信の大きさを裏付けるものとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。